はい、えー、こんにちは。えー、っとですね、今日は、ま、まあ、普通に写真を貼り付けているだけで、ま、あ、私が喋ってることな、なんか最近それしかできてなくて、本当は違う形の、えー、ものも、ま、あ、やろうとね、ま、あ、準備はしているんですけど、ま、あ、出かけるのが相変わらず難しいので。で、そこでさっき、えっと、動画投稿サイト見てたんだけど、えっと、年前の動画が、 で、え、で、え、まあ、で、えっと、削除依頼が来たっていう方がいて、で、消したっていう、うん。で、まあ、そういったところで、そういうふうになる場合って、なんだろう。まあ、ざっくり調べてみると、まあ、例えば、で、えっと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 、どういうものが、まあ、そういうものに、 になるのかっていうと、ちょっとこの発言はできないんだけど、そういったサイトっていうか、まあ普通に、普通に弁護士さんの、そういったところでわかると思うけど、そういったものとか、まあ、まあ、嫌がらせとか、まあいろいろあって、多分著作権とか、そういったことになるんでしょうね。うん。まあ多分。まあ他にも、まあ普通にガイドラインがいっぱいあるから、 その中の何かで、え、えっと、例の、の会社さんから、まあ、あったっていうことなんじゃないかなと、えー、思いますっていう。うん。まあ、まあ、まあ、私も自分の動画とか、そういうのは気をつけてやっているので、まあ、もしなんか、まあ、普通に消してくださいっていうものが届いたらば、それに従って、えー、まあ、まあ、消すというか、 まあまあ従っていくしかないので、そういった,た形をとっていきますと、あと基本 BGM が流れてるもの、例えば普通に園内とか、そういったものについては、まあ普通に動画を上げたところで著作権侵害になってるかどうかって、まあまあ画面でパッと出てくるので、で、例えば、まあ、まあ過去に出した動画で全く音楽がなかったりとか、まあ音がなかったりしたりするものが、 あったりすると思うんだけど、そういったものに関しては、まあ、全部、まあで、で、え、で、えっと、で、えっと、ミュートにしたりとかしていますっていう。うん。まあ、でもね、どういった意図で、そういう形になったのかよくわからないんだけど、うん。まあ、まあ、とりあえず、こういうことがあったっていうだけですね。うん。気をつけてやっているので、ふつ普通にっていうか、 うん。で、その方は、動画投稿、どれぐらいなんだろう。まあ、あ登録者数が、まあ、まあま、あっていう数なんで。うん、まあまあね、まあ私ももしそういうのが来たらば、それに従ってっていきますっていう。うん。まあ、あとはいえね、ま、あ気をつけてやってい,いるので。うん。どうなんだろう。 まあもしかしたら、まあまあ、憶測でもの言うのは、まあ良くないんだけど、多分あれなんじゃないで、え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 っと、年前、へ、閉園直後っていうか、まあそこら辺の、要は8月31日とか、多分それを出してる人に対してやっていってるんじゃないかなって、そう思われますね。まあ、っていう。 まあ会社、会社としてって、えまあ正確には、<coughs> 正確には年前んじゃない、ないところっていうか、からだと思うので、うん。っていうことになります。なんかまとまってないな。でもまいいや。まあこういったことがあったよっていうお伝えです。それじゃあまたね。バイバーイ。